セクシーゾーンの皆さんは10年目に突入ということで、嵐の皆さんは10周年の時の思い出って何かありますか？聞きたいです、ね、それこそ VS 始まったの、ゴールデンで VS やらせてもらうようになったのは10年の時なんです。10年あと紅白ですよ、初だね、紅白初めてで、そうなんですね。だってもうみんなも出てるでしょ、だってそうです、デビュー2年目ぐらいから出演させていただいて、2年目だった。めちゃエリートじゃん。国立、国立出そう、国立出して今のとこ負けてるよ、押されてるよ、今のとこ国立出して、押されてるよ、そう、押されてるよ、国立だね、国立でなんてライブやってんだよ、おいしいダサい、ダサい、やめてくれよ、それダサいって、最高ダサいって、それ日本一、そのエピソードでそんな負けたくないの、そんなでも国立でやったことないでしょマウント取るなって、よいしょ、日本一やってるもんね、素晴らしい。では参ります。